尺が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無心だまでの世界が変える世界もろとも描いた夢に近づいてるか君が決めたその限界を捜索を開始します。パンちゃん、タイムパトロール出動だ。うん、行ってきます。頼んだわよ、トランクス。パンちゃん、まさか災いの鳥が解き放たれたのでは。続きはどうした？でもさ、迷子かもしんねえぞ。なんだ？トランクスじゃねえか。トランクス？父さんに悟空さん？ドキドキ。無事だったのね、よかった。なんだこの鳥、トランクスんか。こいつはこの世界のトランクスじゃない。え？前に別の次元の俺たちと会っただろう。そうなんか。俺たちもタイムパトロールなんです。この鳥はトキトキっていう全次元にとってとても大切な存在なのよ。おいおい、待ってくれよ。トランクス、時々は
リッチを探れねえぞ。こうなりゃ破壊神に逆らった罪だ、地球人。僕がけじめをつける。いいだろう、ヴィルスだ。ヴィルス様、やるってんか。俺も戦います。トランクス、やるしかありません。あの鳥は君を探しに来たんだね。